これから魚の調理師免許試験に向かいたいと思います。魚を切るときはやっぱり涙が出ちゃうのでティッシュを鼻に突っ込んでやりますけど、友達が福井県まで朝から出発して市場で格安で手に入れてきた魚ということです。アジでしたっけ、サバでしたっけ、ハマチの子供、ハマちゃんや、ハマちゃんをさばいていきたいと思います。まずはですね、どうしたらいいんですか。わかるか先生、先生タイム。こちら何ですか。おい、こちらタイですね。タイを三枚おろしにしていきます。だからこちらまず左手から切っていきます。うわ、動物虐待反対。早いな先生。ここも、うっしゃー、シーソーボール。ここも、こう、よしよしよし、ありがとうございました。3枚おろし完成しました。はい、切り目合わせ、いていていて、いていて、こう、これはもう。へっへっ、急いでやんす。おお、できてるやん、シャ君。よし。あー、行きました。今行きました。きしょ。いや、なんか背骨削ってるような感触が。うすい。いけてるんでしょうか。このね、背骨がどこなのか分からへん。ふーっと、ふーっと。あ、切れちゃいますよ。ほら、ええよ、いいよ。こんな腰引くもんなん。どうでしょう、これどっちかに骨が残るってこと。綺麗に、あ、これで終わり。今回は手ごわい魚ということで、僕の手ごわい魚を見ていただきたいので、感想をいただきたいので、よろしくお願いします。いただきます。うまっ。いやー、魚美味しかったですね。覚えてないやろ。ジューシーで中身が。なんで半年後に感想言うてんねん、お前。なんなんですか、魚は。ハマチや言ってたやろ。ハマちゃんや、坊主がもう、こんなの見たもん。逆におもろいかもな。あ、坊主が感想をめちゃめちゃ後で言う動画シリーズ。今見てもらった動画は8月でしたね。あれ半年前の動画が発掘されましたので、今日は公開しました。冬が終わりました。